こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちら、 ASUS です。 H370 Pro タフゲーミング Wi-Fi です。箱の外観見ていきましょう。箱の外観はこんな感じ。テックウィンドウの保証書が貼ってあります。開けていきます。 IO パネルです。 Wi-Fi アンテナです。これ何でしょう、アンテナスタンドでしょうか。お、これは、お、これはCPU をつけるときのガイドですね。こんなのあるんですね。 M.2 の取り付けボルトです。これもさっきの一緒の部品ですかね、アンテナの台座ですかね。マザーボード出していきます。あとステッカーとドライバー、取扱説明書に謎のカードが入っていました。はい、外観はとても綺麗な印象です。詳しく見ていきます。はい、外観は非常に綺麗です。特に大きな傷はありません。本当に細かい傷がところどころにちょっとあるぐらいで、このエンブレムにも新品時に貼ってあるシートっていうんですか、保護シートがまだ貼られたままです。綺麗なんですけれど、一応清掃していきたいと思います。電池外していきます。はい、電池を取り外しました。清掃していきます。はい、マザーボードの取り付け穴には取り付けられた痕跡がありますね。一回組み付けられています。マザーボードつけていきますね。それでは開けていきます。ソケットの方、非常に綺麗です。ピン折れはなさそうですね。一応写真と拡大していきます。拡大していきます。これ、フォックスコンのピンですよね。フォックスコンの CPU ピンって、ゴールドとシルバーがあるみたいで、これゴールドですね。高いマザーボードにはゴールドタイプが使われてるような気がします。詳しい方がいましたら、コメント欄で教えてください。はい、やっぱり綺麗です。前回修理した H310 から部品を巻き返していきます。それでは準備ができましたので、不具合内容の確認をしていきたいと思います。オン。ランプはつきましたね。タフゲーミング。はい、ランプはついています。いきます。オン。
来ましたね。え？なんとついてしまいました。はい、このようにバイオスも開いてしまいましたね。不具合内容が確か通電負荷だったと思うんですよね。通電負荷の不具合だったはずなんですけど、起動しちゃいました。ちょっと OS を一回インストールしていきたいなと思います。もしかしたらこれは、ハズレを引いてしまったのかもしれません。それでは OS を一回インストールしてみます。はい。無事に OS のインストールも起動しまして、またもやですね、Windows 10 Pro のデジタルライセンスが入っていました。ラッキーなんですけれど、ジャンク詐欺だったので、個人的にはちょんちょんで、またもやもやしてる感じですね。で、改めてですね、これメルカリで買ったんですけれど、出品時の不具合をもう一回確認してみたんです。そしたらですね、BIOS を更新したら起動しなくなったということで、で、メーカーの方に修理を依頼すると、ピン曲がりがありましたっていうことが書いてあったんですよ。さっきピン確認したんですけれど、曲がりはないかなと思ってたんですけれど、一箇所もしかしたら曲がってるかもしれない部分があったので、そこを一回再確認したいなと思います。もう一度ソケットの方を開けて、もう一回ですね、購入時の説明にあったピン曲がりの部分、確認していきたいと思います。なんかこちらだったみたいなんです。ちょっと見逃しちゃったみたいで。曲がってるんでしょうか。あ、これですって、これです。こちらですね、これがちょっと曲がっていたんですね。これ玉を気づかなかったです。これはちょっとしか曲がってないので、直していこうかと思います。直していきます。どうでしょうか。もうちょっとかな。卵の感じなんです。卵の印象なんですけど、やっぱフォックスコンのピンの方がちょっと細くて難しいですよね。いいんじゃないでしょうかね。どうですかね。直したピンがまた分からなくなってしまった。どれ直したんでしたっけ。5番目かな。下から5番目か。これですね。はい、良さそうですね。横からも一応見ていきます。おそらくこれかこれだったはずですね。おそらくこれか、この辺を修理したはずなんですけど、特に
曲がり、歪みはないですね。このように、綺麗に直せたかなと思います。最近、玉尾もピン折れ修理だいぶやってきたので、このぐらいの曲がりであれば、だいぶ楽に直せるようになりました。先ほど曲がっていたピンも、このように綺麗に直すことができまして、歪みもない状態にはできました。今回このマザーボード、最近そのピン曲がり、ピン折れ修理が続いてたので、ピン曲がり、ピン折れのないマザーボードでの起動負荷も徐々にやっていきたいなと思っているんですよね。なんですが、まあ、CPU ソケットもちょっと曲がってたんですけど、まあこれは多分異常がないレベルだと思うんで、なんで起動負荷になったのかちょっとわからないですけれど、とりあえず今回は Windows 10のプロのライセンスが入ってたので、まあ良かったかなってことにしときます。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思う方はチャンネル登録お願いいたします。